皆さんこんにちは、ようこです。お元気ですか？それでは問題です。だーらん、今日私は何時から起きているでしょうか？今日ね、3時から起きてるんですよ。で、ちょっと珍しく朝ごはん作ったりしーの、この本を読んだりしーのしてたらお腹が空いたので、これを食べようと思って、チラチラちょっとまだ見せてあげません。この本の話をちょっとお先にしましょうかねと思いまして、これいただき物なんです。私がもらったんじゃないんですよ。私の母親がなんか職場の方にいただいたみたいで、誇り高き国へということで、元産経新聞社政治部長の北村恒夫さんっていう方が書かれててですね、ここに安倍さんとのツーショットが、すみません、ちょっとピントがこれオートでしてるかよくわかんない安倍さんとの写真とかあってですね、同じ山口出身だそうで、しかもアメリカに留学されていたと。で、なんかね、そのバックグラウンドを踏まえつつ、ここにね、後ろ書いてあるんですけれども、私はなぜ政治家を志すのか。この方はまあ政治家なのかな。私には新聞記者から政治家になる大きな理由があるって、それがこうガンダーと書いてあるんですけれども、私はなぜ政治家を志すのか。それは次世代が、誇れる国日本を受け継いでいけるために、日本が持ってきた国家として生き残る強さ、日本人の素晴らしさを守ることにある。私は愛する日本を守りたい。本書はその願いを言葉にした私なりの国家の愛し方である、ということで、非常に読みやすいんですよ。で、私はあんまりね、活字がね、私苦手なんですけれども、もうどこまで行った？ここまで行ってる、ほら。こんなに読んだ、朝だけで。ね。だからぜひ読んでみてください、と思って。急に、まだ読み終えてもないのに。いや、なんだろう、これはおそらく、私みたいな人にぴったりだと思うんですよ。ちょっと、政治興味あるけど、でもそこまでよくわかんないみたいな人に、こう、なんだろうな、この方の、バックグラウンドと共に書いてあるから、ああこういう風な人生歩んでる人もいるんだなみたいな感じが分かって、しかもこの人は本当に国のために立ち上がろうとしている方なので、しかもその記者をねやってあったということで、新聞記者をね、なのですごく、なんだろうな、説得性もありますしね、いろんなことご存知ですし、なのですごく読んでて、いいです、で、出たのが2013年4月10日って出たばっかりじゃーんってね、なんか私のこと知っててくださったのかしらとかね、なんか自意識過剰になるんですけれども、もしよかったら読んでみてください。これどっから出てるんだ、ポプラ社から出てます。お値段は1400円税別らしいです。ということでね、こう頭を使っているとお腹が空くんですわ。なのでたらーん、これ京都生八つ橋ショコラのお食べをゲットしました。なんでかっていうと、19日から21日まで武田研究会の研修旅行に参加してまいりまして、伊勢に行ってきたんですね。で、その帰り、伊勢からバスで、新大阪まで移動して、新大阪から福博多に帰ってきたんですけれども、その新大阪でね、新幹線待つ間がお暇だったんですよ。そしたらね、女っていうのは買い物をしてしまうんですよ、こういう無駄な買い物。でもほら、無駄にしないためにこうやってほらビデオ撮ってるわけですよね。皆さんとシェアしたら、こうなんかこの太るのにさ罪悪感が減るかなと思って、こうやってビデオにしてね、こう生産性高いことにしちゃったらね、しかもこう日本のものっていうことで、しかもチョコレートなんですよね。ここ書いてあるよ、お食べでショコラート、なんかフレンチっぽくなってるけど面白いですね。生き残りをかけてるんでしょうけどね。でもアイディアが面白いなと思って、なんかこれ板チョコっぽくないですか、この見かけ。わざとなのか何なのかよく分かりませんけれども、なんか箱も素敵ですよ。はい、ということでこれを皆さんにお見せしようと思ってずっと撮ってたんです。父親が食べたいって言うけど、ちょっと待っとってっつって撮ってたんでしょ。じゃあ開けますよ、ほら皆さんいいですか、こういうさ、ビデオもたまにはいいんじゃないと思って。いや、まともなビデオ。ちゃんと原稿とか、ちょっと待って、見て。ほら、書いてるんですよ。私、そのビデオ作ろうと思って、ちゃんとやってるんですけど、ちょっとね、容量悪いっす。なんか、ちゃんとしようと思うと、開かないな、これ。人間ってね、なかなか進まないですね、物事が。ハサミ。あれみたい。誰もハサミっつって、メスっていう時みたいにくれなかった。うっ、こんなんでいいのか。あ、いたぞ。お、中身どういう風に入ってるか知らないですよ。
チラチラシャーシャー、あ、二つに分かれてるの。これなんか色がさ、あ、ここまでちゃんと止まったよ、ほら見て、チャキンチャキンチャキン、何の遊びだ、あ、取れたあ、一応こう引っかかるようになってるね。どうでもいいですかこういうこと。あ、すいません。ということで、じゃあ一個開けてみよう。ちゃんとね、こういう2個に分かれてるって、こう日本らしいと思いませんか？これ多分海外こういうのないと思いますよ。だって海外って、まあ海外って言っても私はあんまり海外のお菓子食べたことないですけど、なんか袋開けたら、なんかこう、なんていうの、個別に包装しなくていきなりバーンと入ってますよね。だからちょっとね、さすが日本人って感じですよ。こうやって長持ちするようにね。ふっ、開いた。ではこんな感じ、こんな感じで全部出しちゃった。ドローン、いいでしょう。あー、ではいかないですけどね。これをね、ちゃんとこれお皿持ってきたんですけどね、食べますよ。いただきます。あの武田研究会の研修旅行中は、あのお食事いただく前も歌をちゃんといただきますっていう前に歌を読んでからの食事でした。最後まで音程がわからなかったですけれどもね。で、お箸の袋にですね、その歌とその礼儀作法みたいなのが書いてあったので、それを持って帰ってこようと思ってちゃんと用意してたのに、なぜか置いてきちゃったんですよね。もう失敗したので覚えてないんですけど、いただきますそういうことでね。チョコですよ、チョコ、チョコのお食べ。うん、ちょっとレポートさせていただきますと、中のチョコが、アンパンの中身がチョコのやつ、ご存知です。あの感じのチョコです。ちょっと、言葉悪いけど安っぽい味がする。甘っすね。あ、でもコクがありますね。ちょっと甘いな、私にはこれ。あんこの味はね、美味しいです。赤福食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しいですね。止まんなくて、多分4個か5個ぐらい一気に食べましたね。お土産で買ってきたんですけど、両親に。食べちゃいました。皆さん、これ、食べたことあります？なんか、もうちょっとなかったのかなって感じ。ちょっとチョコと、あんこと合わせられなかったのかな。それは気持ち悪いですからね、さすがに。どうなんだろう。ちょっと皆さんもよかったらこれ探してみてくださいね。どこにでも売ってるのか何なのかよくわかんないですけれども、まあお土産屋さんとこ行ったらあると思いますので、これ有名なんですかねっていうか、だったらすみません。お食べって、食べる機会がさすがに私福岡県民なのでなかなかないので、事情がわからないんですけれども、あんまり見かけたことがなかったものでですね、ちょっと珍しいなと思って買ってきてみたわけですけれども、まあふわふわとした食感とまろやかなチョコレートの風味が同時に楽しめるお食べですということで、確かにそうですね。なんかもし見かけたらぜひトライしてみてくださいあんな、なんか私が微妙みたいなこと言ってたら多分食べないかな。お腹空いてるからもう一個いただこう。いっぱい食べてるとだいぶチョコの味に思えてきた。なんか多分このお食べのその外側を食べると、条件反射的にあんこが来るって思っちゃうんですよね多分で、それで今なんか慣れてきて、あ、チョコが来るんだって認識してる気が、はあ、だんだん美味しくなってきましたということで、ちょっと食べるのはこの辺でやめておきます。じゃないと私はずっと食べ続けてしまうので、はい、家族からは底なしいと呼ばれております。どうでもいいか。皆さんは八つ橋はどんなお味が一番好きですか？私は朝倉が一番好きです。美味しいもん桜も実は買ってきてたんですよ。でも全部食べちゃいました。それで桜の花が一緒に入ってたんですよ。なんかこう潰した感じので、塩が一緒にかかってるようなのが入っててね、なんかそういう気配りもある日本のお菓子ってすごいなと思いました。あ、そうだそうだ、チランがやってるなんかスピーチコンテストがあるんですよ。リンク貼っときますね。趣旨としては平和だとか命の尊さっていうのをテーマにしたものなので、なかなか難しい
ところなんですね、あのアプローチの仕方が。でもちょっと私なんかいい機会だし、まあ、意見をまとめるにしても、まあ、私本当は平和主義なんですよ。本当は平和っていうか、みんなそうですよね。平和を望んでいるけど、でもそこに行くまでのプロセスとかもあるし、でもそういうのをなんかこううまくまとめる力をつけるためにもなんか応募するのもいいかなと思って、今ちょっとそれを書いてて、なのでそういうのを先に優先させていって、ビデオはできる時にやっていこうと思います。まだまだね、朝晩寒いので皆さんお体気をつけてください。それではスメラギーやさか、バイバイ。